コルチゾンは、ステロイドホルモンの一種である。副人皮質ステロイドに分類される。化学式、C21H28O5、AH、で表され、IUPAC 名は17、21、ジヒドロキシプレグナマイナス 4N マイナス3、11、20トリオンである。コルチコステイロンと深く関連する。コルチゾンとアドレナリンは、人体が、ストレスに対して反応する際に放出される。 主なホルモンである。これらは血圧を上昇させ、体を闘争、または逃避反応に備えさせる。活性体である、ホルモンコルチゾールの剪具体であり、コルチゾン自体は、不活性である。11β ステロイド脱水素酵素と呼ばれる、酵素の働きによって、11位、e、のケトン元が、ヒドロキシル化されることで活性化する。このため、コルチゾールは、ヒドロコルチゾンと呼ばれることもある。 様々な病気の治療に用いられることがあり、その際には点滴上脈注射を行うか、または皮膚から投与される。コルチゾンはその効果の一つとして免疫系を抑制するが、これは治療などで投与された場合に起こる有害な副作用となり得る。この作用は高いストレスがかかると病気になりやすいという現象を説明するものである。 類似のステロイドであるコルチゾールよりも重要性は低い。糖質コルチコイドがもたらす作用のうち95%はコルチゾールによるものであり、コルチゾンの寄与は 4%5% に過ぎない。コルチコステロンはさらに重要性が低い。コルチゾンを最初に発見したのはアメリカの科学者エドワード・カルビン・ケンダルである。彼は副人皮質ホルモンの発見及び構造。 昨日の解明による功績で、フィリップ・ショールターヘンチ・タデウシュライヒスタインと共に1950年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。ありがとうございます。